シトラス軍はアメリカ合衆国フロリダ州のフロリダ半島メキシコ湾岸に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14万1236人であり、2000年の11万8085人から19.6%増加した。軍庁所在地はインバネス市であり、同軍で人口最大の町は非法人の国勢調査。 指定地域であるホモサッサスプリングスである。シトラス軍はその全体でホモサッサスプリングスと試験を構成している。南にある諸軍と共にタンパワン地域にあると考えられることもある。シトラス軍となった地域には約1万年前から人類が入り、約2500年前にはクリスタル川考古学遺跡を形成するマウンドなどを作ったインディアンが定着していた。 この遺跡のある場所は約2000年間使われていた。この場所を放棄した理由については現在のところ不明である。シトラス軍は1887年に設立された。この地域はそれ以前にヘルナンド軍に属していた。軍名は地域にあった柑橘類の木から取られた。1894年から1895年の冬に起きたビッグフリーズの後は、 柑橘類の生産量が大きく落ち込んだ。今日、ベラミー・グローブという大きな草林でのみ栽培されている。さらに個人所有地に柑橘類の木を持っている人もいる。当初、群長所在地はマンスフィールドに置かれていたが、その後現在のインバネスに移された。マンスフィールドの町には一本の通りと池が一つ残されているのみである。ウィズラクーチ州立トレールにある標識。 ピネオラで起きた1956年の大列車事故を語っている第二次世界大戦までの軍の歴史ではリン産塩の採掘が大きな役割を果たした。その後は大半が海外に移された。軍発の新聞はホスフェイトタイムズと呼ばれた。1856年10月18日、ピネオラでアトランティックコーストライン鉄道の大列車事故が起きた。 1960年代、シトラス軍は発展をはじめ、ビバリーヒルズなど住宅開発が中心となり始めた。軍内にはテレビ局が一つあり、毎月第一と第三火曜日に軍政委員課の模様をライブで流している。さらにブライトアスネットワークスの提供するニュース専門チャンネルベイニューズ Q がある。地元市としては、 シトラスカウンティクロニクルとホモサシサビーコンが発行されている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は773.15平方マイルであり、このうち陸地583.81平方マイル、水域は189.34平方マイルで、水域率は24.49%である。空港群内には、 クリスタルリバー空港とインバネス空港という地方空港が2つある。鉄道 CSX トランスポーテーションが軍北部にあるクリスタル川エネルギー複合施設まで貨物船を運航している。過去に使われていた路線はクリスタル川のクロスタウントレールや軍東部のウィズラクーチ州立トレールに転用されるか廃線となった。以下は2000年の国勢調査による 人口統計データである。シトラス軍の保安幹部と消防が一つの組織に統合されている。七つの消防署と八つの消防団がある。救急活動は、ネイチャーコースと EMS が受け負っている。シトラス軍は、国政、州、地方レベルで共和党支持の傾向にある。かつて保守派民主党員と共和党員を混ぜて選んでいたが、 現在の地方レベルではほとんど共和党員を選んでいる。軍政委員会の全委員と衆議会議員、連邦議会議員にはすべて共和党。1996年に初めて選出された保安官のジェフ・ドーシーが民主党員である。2013年2月時点の有権者登録を見ると1万人近くが共和党に登録している。アメリカ合衆国魚類野生生物局の空中マナティ。 調査によれば、一つの時点で400頭ものマナティが見つけられた。これは1年間でも最も寒い月にのみ起こりやすい。ホモサッサスプリングス野生生物修立公園では水中展望台でマナティを観察できる。この公園の生物は傷ついてリハビリ中であるか、自然には戻れないものである。著名な例外はアフリカカバのルシファーである。この引退したカバに、 高級的な家が見つからなかった時に、当時のロートンチャイルズ州知事がルシファーを名誉市民にした。軍内には船で行くことのできる多くの無人島やほとんど人の住まない海岸島がある。島のいくらかは州の土地になっており、大衆がレクリエーションに使うこともできるが、多くの島は民間の資産であり、全島あるいは部分が民間団体に所有されている。 内陸の島の多くは、その水際に、旅館用家屋やキャビンがある。シトラス郡の新聞は、ランドマークメディアエンタープライジーズが発行する、シトラスカウンティクロニクルである。地元テレビ局が一つある。シトラスデイリーというインターネットのみの新聞社もある。ニールセムの指定するタンパセントピーターズバーグ、サラソタテレビ市場に入っている。ブライトハウスネットワークスは、 クリスタルリバー氏を含む軍政部、コムキャストはインバネス氏を含む軍東部に放送している。これらはタンパベイにある中継局とオーランドやゲインズビルからの放送である。ラジオはアービトロンの指定するゲインズビルをからラジオ市場にある。ありがとうございます。